東側のスローオンスクエア方面を見た様子キングスロードはロンドン県ジントンチェルシー区のチェルシーをテムズ側に、ように東西に走る道路。東はスローオンスクエアを起点とし、西はフラム界隈まで走り、その先はニューキングスロードになる。ヒッピー、パンク文化が華やかだった時代にはカウンターカルチャーの中心地として若者がカッポしていたが、 現在ではやや落ち着きを取り戻している。チェルシーにおける本通りとして、さらにロンドンで最もファッショナブル長い路として知られている。名称の由来は、イングランド国王チャールズ2世が旧へと向かう際に用いた私的な道路であったことによる。1830年までは王室所有道路とされていたが、ロンドンの交通状況改善のため一般にも開放された。 道路に面した建物の一部は18世紀前半まで遡ることができる。作曲家、トマス・アーンは215番地で生活しており、作品、ルール・ブリタニアはこの地で作曲されたと考えられている。女優エレン・テリーもこれと同じ家屋で生活したことがあり、記念のブループラークが残されている。1960年代には、チェルシードラッグストアが開店した。 もともとは薬局であったが、2階には、ソーダファウンテンが、さらに時代が下ると、パブが設けられていた。チェルシードラッグストアは、映画、時計仕掛けのオレンジのロケ地としても利用されたが、現在はマクドナルドになっている。1970年代には、マルコム・マクラーレンの経営するブティック、セックスが設けられた。ありがとうございます。